プリンスジョージ軍はアメリカ合衆国バージニア州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は35,725人であり、2000年の33,047人から8.1%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のプリンスジョージであり、同軍に法人化された町はなく、人口最大の町はやはり国勢調査指定地域で、 軍事基地でもあるホートリーである。プリンスジョージ軍はリッチモンド・ピーターズバーグ地域の中のピーターズバーグ市を中心とするトリシティーズ地域にあり、都市圏としてはリッチモンド大都市圏に属している。プリンスジョージ軍は1703年にバージニア植民地のチャールズシティ軍から分離して設立された。軍名は イギリス女王アン腕の夫であり、ジョージ・オブ・デンマークと呼ばれたカンバーランド工場時にちなんで名付けられた。これに先立つ1619年、バージニア植民地が設立したボロ4つの一つとして、チャールズシティが作られていた。チャールズシティ軍の初代軍長者は、ジェームズ川沿い、ウェスト・オーバート、シティポイントにあった。1624年に、バージニア会社がその認証を失い、 バージニアは王室領植民地となった。1634年、イングランド王チャールズ一世の命令で、チャールズシティシャイアが作られた。1643年には、チャールズシティ軍となり、1634年に作られ、現在まで実質的にその生態を続けている5つのシャイアの一つと、みなされている。チャールズシティ、チャールズシティシャイア、 チャールズシティ群はすべてジェームズ川の両岸にあり、ジェームズ川が17世紀を通じて、バージニア植民地の主要な交通路になった。チャールズシティ群当初の中心都市が、チャールズシティポイントであり、ジェームズ川がアポマトックス川と合流する点の南にあった。その名前は後に短縮され、シティポイントとなった。1703年。 チャールズシティ軍のジェームズ川南の地域が分離されて、プリンスジョージ軍となり、その後いくつかの軍が生まれた。シティポイントは後に、プリンスジョージ軍の法人化町となった。1923年、シティポイントは、独立市のホープウェルに併合された。プリンスジョージ金号のブランドン、撮影年不明アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は282平方マイルであり、この内陸地266平方マイル、水域は16平方マイルで、水域率は5.76%である。軍の北西宮は、独立市のホープウェルや、ピーターズバーグに近く、ホートリーはその郊外部にあるが、その他の軍域は、農業と製材業に使われる、田園部である。週間高速道路95号線と、 道295号線が軍内を通り、アメリカ国道301号線が南北に、道460号線が東西に走っている。バージニア州道10号線がジェームズ川南岸を通り、ジェームズガープランテーションのいくつかの近くを抜けている。貨物列車を CSX トランスポーテーションが運行しており、ピーターズバーグでノーフォークサザン鉄道と接続している。 1850年代に、ウィリアム・マホーンが建設した、元ノーフォークピーターズバーグ鉄道の、ピーターズバーグとサォーク間の直線鉄道線52マイルが、ノーフォークサザン鉄道体系の重要な部分となっている。近くには、ノーフォークサザン鉄道の自動車積み替え施設がある。将来的には、鉄道とトラックの大規模、インターモーダル輸送施設を建設する計画がある。 主要高規格道路プリンスジョージ軍の2009年、包括的財務報告書によれば、市内の主要雇用主は次の通りである。軍内に中心となる都市や町はない。プリンスジョージという住所を使うプリンスジョージ軍庁舎が、軍政府の中心である。選挙で選ばれる委員で構成される、軍政委員会が統治し、軍管理官が日々の管理を行っている。 プリンスジョージ軍は主にプリンスジョージ軍警察署とプリンスジョージ軍保安官事務所が法執行を行っている。その任務は、州法と地方条例の執行である。保安官事務所の主たる任務は裁判所の安全保障と刑事、民事事件の書類管理である。第二の任務として、州法の執行における警察署の支援もある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内に法人化された町はない。カキリストは国勢調査指定地域を含め未編入の町である。プリンス・ジョージ軍は独立市のピーターズバーグ、ホープウェル、コロニアルハイツ各市に近接し、リッチモンド・ピーターズバーグ地域のトリシティーズ地域にあるとみなされている。他に5つの軍に接している。 ありがとうございます。